6月19日第19回救世軍オンライン祈祷会。聖書エフェソの信徒への手紙5章19節20節。詩編と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そしていつもあらゆることについて私たちの主イエス・キリストの名により父である神に感謝しなさい。イエス・キリストを救い主として歩み始めるときに、今まで味わったことのない神からの恵みを受け感動して生きるようになりますが、しばらくするとその恵みの感動を失う誘惑があります。神の恵みへの疑いという誘惑があるからです。どうしたらよいのでしょうか。今日の聖書箇所には心から褒め歌いなさいとあります。置かれている状況に関係なく神への心からの賛美を捧げるときに誘惑は消え去ります。またあらゆることについて神に感謝を捧げなさいとあります。神への感謝を一つ一つ思い起こすとき、大きな神の恵みに包まれます。さまざまな誘惑に襲われても何も恐れる必要はありません。賛美と感謝によって神の恵みに満ちあふれて歩んでいきましょう。祈りましょう。今日の祈り。1、信仰の戦いに勝利を経験できますように。新型コロナウイルスに感染した人々の健康が回復しますように。3、大切な決断をされる指導者方に神からの知恵が与えられますように。天の父なる神様、私たちは賛美を通して神様から大きな力をいただくことができるこの恵みを感謝をいたします。いろんな状況の中で神様に感謝を捧げ賛美をし、神様の大きな力で満たされますように。病気と戦っているお一人お一人が守られますように。イエス・キリストの御名によって心からお祈りをいたします。アーメン。